はい、こんにちは、サルウィンです。スクストというわけで、スクストの実況をしていきたいと思います。なんかちょっと喉がカスカスですが、気にしないでください。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。なんか来てますよ、これ。まおちゃん、ね、そういうイベントかな。トニーバレー、おう、まあ、人形劇かい？パペットマペットみたいな感じだ。おお、なるほど。おお、特別限定家具うれしい。エピソード3が隕石から始まる。おお、そんなんだね。めっちゃプルプルするんですけど。わかりました。チェックしようじゃないか。ハッピーバースデー。お、うつみさんの誕生日だった。うつみさんか。なんだかんだで結構お世話になってる。初詣ね。うん。頑張れ。しゃあねえなって。原文の問題余裕っすわ。以心伝心。本当にやるんや。Can you ski? カンが好きです。なわけあるかい。これ中学生の問題じゃない？おお、なんか逆にふざけてみたかったかな、動画的に。はい、へい。誕生日限定ガチャ。でもさ、ステラコインを今ね、ログインでもらってるんですよ。ワンチャンステラコイン貯めていけばあるかもしれない。課金しなくても。確かね、200ぐらい持ってるんだよね。でもなー、うつみさんには申し訳ないんだけどね、私にはもっと推しメンがいるんですよ。もう初回終わっちゃったね。張り切っていきたいけど、喉がカスカスでね、ごめんね。いや、ありがたいわ。次に来ればレアダイヤ5号もらえるよ。もちろん毎日行くぜ。真ん中しか選ばない。特に何もなし。明けおめ。オフで、まあ、さ、おしるこが4日とかまでなんだっけ。確かおしるこはあげちゃった方がいいかな。あ、それはダイスやってないんで、ダイスね、そう、動画撮るまでやってなかったの。すごくやろう。いろいろ回復しちゃってるね、さすがに。でとりあえず、ちょっと待って、隕石配置してみる。まあ、いる部屋をいじるですね。どれだ。ちょっとしか言ってないんだよね。シングじゃないよね。玉でもなし。置物か。おら。違和感バリバリなんやけど。これってさ、
置く場所選べないかな。ごめんね、ちょっと酔っちゃうかも。特に選べないのかな。逃げる。メモ化をインポートすれば何の訓練もなく特別な技能を使いこなせるように。なるほどね、うん、新しいメモ化欲しい欲しい。まあ、300と思ったね、ステオコイン。いや、てかやばい、思った以上に。確かにね、結構さっきまでいろいろ他の動画撮ったりしてたからってのもあるんだけど思った以上に喉が、確かにちょっとあと風邪気味っぽいんですよね今ね。10連ガチャ、あ、回せるんじゃないですか。そう、 EXR 欲しいですよね。 EXR あと UR、 うん、であと1個たまたでサル確定ガチャ回しますよ。これどうしようかな、どうしようかな。これは回しておこう。誕生日、誕生日になったらってわけじゃないけど、花冠、メガネ、黒茶、フラワーニットナイト、なんだ、セーラー帽子、コーン、デプラコーン帽子、アートフルアイパッチ、クリオインカ、クリオネカブシュノーケル、腕時計、学生いろいろあるよね。んで、あとは特にまあ急ぎはないのかな。うん、あ、そこでね、まあ、31日までだからまだいいけど、さとかちゃんとこの辺のやっぱね初期メンバーというか、うん、いいよね。これは引いていきたい。ただ福引きこのだけ使っちゃったんでね、まあ、これはまた後でやりましょう。見てないお知らせがあるでしょ。ほんじゃあちょっとスゴロクやっていいっすか。サイコロの力を信じるでしょ。サイコロがね3日分止まってる。うるくせ、あれ触れない、来た、いくぞ。出目候補1から6、まあこれしかないんでね。5が出る。うん、あ、なんだこれ。あ、違った。こうか。掛け語。ああ、協力戦ポイントで、ね、いくぞ。ああ。まあ、おお、でかいぞ。サクサク進める。まあ、どんどん階層を進めた方がいいのか。あ、SR。なるほどね。これ、止まったマスでいろいろもらえるわけだが。レアダイヤ20個。まあ、これは運だかな。運だね。でかいな。目がめっちゃでかいぞ。いいぞ。まあ、でも進めるのはいいことね。何これ、やったです。ネイルシールか。わかりました。なんか目星になったのかな。まあまあまあ、アビリティか。6出せば一気にいけるな。ワープ、ワープが多分こっから、こっからここにいけたのかな。うん。SR 確定ガチャ。金の服結構5枚か。うん、この辺も良かったからね。これ何？キーホルダーか。特攻ガチャ券。なるほどね。そうそう、はい、というわけでスゴロクでした。あとは、あ、そうそう、あのね探索に行くですね。結構フレンドが増えましてね、皆さんのおかげで5人ぐらいになりました。5人、ありがとうございます。で、そうそう、あのね、おなかまさんのね、EXR が、EXR をね、花ちゃん接近中か。花ちゃん、俺ね、買うのが、買うものがないから、こっちいいかな、このお笑いの、お笑い。意外とこの漫才面白かったね。こ
こでお仲間さんの力を借りて、みんなで多分ね飛ばしちゃうと思うんで、逆に動画でね、あ、スミルさんの、モニカちゃんのってかね、すごい EXR とかの技がね超長いねめっちゃ長いから、ちょっと一回見たんだけどすげえ長くて面白かったね。ダウンロードする。相手が私だったのか、運の尽きさ。あれ、こんなんあったっけ、そんな簡単にあったコンボだから。はい、これがねすごい長くてびっくりしたのね。凝ってるねと思って、 EXR は。そういうの。かっこいい発見が入ったりして、いいですね。なんかレアリティが高くなってくると。技もね、なるほど。見てたし、シンプルなやつですね。っていう感じですね。まあ、あとから先だな。またもうちょっと上がった。いや、めっちゃいいじゃん。本当にオーバーキーだよ。どうやって行くのか、専用 BGM とかも使うのか。いいな。例えば、ね、EXR と UR でどっちが強いんだろう。面白いな。面白いな。サブメモカをね、全然強化してないから、多分サブメモカとかもちゃんと強化して、あと、なんだろう、いろいろやってくる。あと、限界突破とかやってくるのかな。強化があまあまあなんだ、間違いないですか。イエーイ。っていう感じですね。爆笑ポイントをゲットしました。はい、という感じで。あとは今回はこんな感じですかね。で、ちょっとね、ミニゲーム撮りたいんですけど、ちょっとそろそろね、喉を休めないとダメかもしれない。はい、というわけでお疲れ様でした。バイバイでーす。